終戦の日、8月15日に区民の皆様と共に集い、触れ合いの時間を過ごす中で平和の尊さを確かめ合いたいと思います。金沢翔子様、大田区観光 PR 特使に委嘱します。令和6年8月15日大田区長鈴木昭正、どうぞよろしくお願いします。社会愛、知事愛、知得愛、あとなんか来て本当にありがとうございます。イエーイ。金沢さん、本日はありがとうございました。大田区は世界の恒久平和と人類の永遠の繁栄を願い、昭和59年8月15日に平和都市宣言をいたしました。今年はその宣言をしてから40年という節目の年となります。加えて今年は終戦から79年目となります。先の大戦では大田区も空襲を受け、多くの尊い命が犠牲になるとともに、区の大部分が焼け野原になりました。この会場にいらっしゃる皆様と平和について思いを馳せつつ、笑顔と温かさあふれる平和な大田区であり続けるよう、次の世代へとしっかりとつないでいくためにも、皆様も一緒に願ってください。平和を願う、そして求める区民の願いをさらに発展させるために、平和な世界構築に向けまして、これからも積極に取り組んでまいりたいと存じます。しかしながら、世界各地におきまして地域紛争が絶えず起こっております。そして罪のない人たちが、尊い命が犠牲となっております。大田区民も安心して生活できる、そういった平和な社会を構築することが大事だと考えております。ここで本日ご臨席いただいておりますご来賓の皆様をご紹介いたします。大田区議会副議長、大橋武史様。大田区自治会連合会会長、鈴木英明様。大田区自治会連合会副会長、神山忠之様。同じく副会長、三木信義様。続きまして主催側の紹介をさせていただきます。公益財団法人大田区文化振興協会理事長、津村正純。大田区副区長、川野正弘。同じく副区長、玉川勝治。大田区教育長、小黒仁。それではこれより大田区平和都市宣言文の朗読を行います。本年は大田区立東調布第三小学校合唱団の皆さん、そして大田区の姉妹都市アメリカ合衆国セーラム市学生訪問団の皆さん、この皆さんに朗読していただきます。鈴木区長、ステージにお進みください。羽ぴょんもご一緒にどうぞ。だから世界中の人と力を合わせて大切
この人類共通の願いを込めて、大田区は平和憲法を擁護し、核兵器のない平和都市であることを宣言する。昭和59年8月15日大田区。戦争により犠牲になられた多くの尊い命に対し、また震災や災害で犠牲になられた方に対して哀悼の意を表し、30秒間の黙祷を捧げたいと思います。黙祷。黙祷を終わります。会場の皆様、鈴木区長、松原議長、ありがとうございました。をもちまして、大田区平和都市宣言記念事業平和の集い平和記念式典を終了いたします。ご同席いただきありがとうございました。14時15分より映画ラーゲリより愛を込めてを上映いたします。この映画は戦争が終わってからもなお国間の地で過酷な強制労働に従事させられた人々の実話に基づく作品です。ぜひご覧ください。